すぐ食べました。あ、わかりました。さあ、というわけで、まず早速高坂太鼓の皆様、どんな会かちょっと簡単にご紹介いただけますか。一番小さい子は小学校2年生から、はい、社会人になります、はい、で、メンバーの子供のお母さん方も何人か入っていただいて、楽しく元気にやっております。現在は何人ぐらいいらっしゃるんですか。18名で活動されているところなんですけれども、どうもこの皆さんのファンフレットでもあるんですが、結構海外でも演奏されているんですよね。で、北京の国際文化祭典が北京最大の祭りに5年連続出ていらっしゃる。はい、どうでしたか、北京での演奏は。もう周り中に、ね、パス、いざというと滑走路になるというすごい広い通りがあるんですけど、そこをもう沿道を小学生から中学生から全部学校が一週間休みになって、たくさんの方にこの日本の文化であるそうですね、聞いていただいたんです、はい、反応はどうでしたか。あ、やっぱりすごかったです、やっぱり今日は皆さんは太鼓をやってらっしゃる方が好きになってますが、はい、どこが、ね、やっぱり太鼓のいいところだと思いますか。やっぱりこう胸に響くところじゃないですか。確かにね、でこれ一生懸命ね見てますけど今日は演奏、いつもどれぐらい練習されてるんですか。週に一度なんですけれども、はい、毎週月曜日に高坂活動センターというところで、5時半から9時半まで練習しております。結構長く練習されていますね。さて、今日の演目なんですけど、今日3曲演奏していただきます。ちょっと簡単にご紹介いただけますか。はい、まず最初に空へ打ち、はいはい、これは2拍子の曲で、順々にちょっと後を追っていくみたいな形の音も出まして、みんなの音が揃ってるかどうかというところが一番の見どころだと思います。頑張ってそれでいきましょう。2曲目が戻りという曲で、はい、和太鼓の基本の7つの音でそれを構成して作った曲です、はい、そして最後が、はい、2段打ち、これは太鼓2段の面を使いまして、ちょっと踊ったりするみたいな見方になりますけれども、ちょっと楽しい、また迫力のある太鼓になると思いますので、ぜひ見てください。それでは準備はよろしいでしょうか。はい、第3打奏は和太鼓クラブ高坂太鼓の皆さんです。お願いいたします。We'll be right back.
ですけど、大事なのがね、すごく力強く